ちゃ持てないギター、こののりちゃん、ちゃんちゃん、始まるよ、イエイ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 。皆様こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤潤と申します。ギターの堀口紀之と申します。バイオリンの萩野恵美子と申します。知っている人は知っている、初めての方はナイストゥーミーチュー。はい、そんなわけでですね、堀口さんはもういろんな歌手の方の伴奏ね、はい、なさっている。はい例えばな、アザンとか、その他にこのテレビの番組とかスタジオとか、もう本当に引っ張りだこの方です。ね、何弾いてもすごいの。ええ、そんなことはないですけど、僕出たかったんですよ。本当に。本当嬉しいな。萩野さんもシャンソンで一緒になったり、ミュージカルで一緒になったり、もちろん歌番組で一緒になったり、ね。ね。いつも可愛がってもらってます。可愛がってもらってます。はい。そんな仲良しなんです。はい。今日は、天城越えをスーパースペシャルアコースティックバージョンでお送りいたします。どうぞ！先ほどの二人と同じ番組で地方回ったりミュージカルやったりサックスプレイヤーの坂川敦さんです。今日はね、途中から、ね、駆けつけてくれまして、忍を出てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいです。そしてこれから一緒にコントに参加してくれます。楽しみにご覧ください。
ご覧ください。いらっしゃいませ。バー5513へようこそ。マスターの脳裏堀口です。おやおや、どうなさいました？美人でボインの純子には私の気持ちなんてバカなんて。そんなことないわよ、恵美子。恵美子なら新しいからすぐできるわよ。失恋しちゃうんだったったったってマスター、あちらの素敵なお嬢さんに一杯。かしこまりました。私にラブスターティング。そしてあの曲もプレゼントしてくるかい？かしこまりました。ポチッとな。素敵な曲、なんか癒されるわ ね、 ね。あちらのお客様からです。ザキ、失恋の応援歌に近藤潤さんの木漏れ日をどうぞ。絶賛発売中。はい、じゃんじゃん。はい、コントをお送りしました。いつもあの私の CD を宣伝するコントでもすいませんです。はい、それでは時間もいい感じになってきたので、はい、飲みに行きたいと思います。はいはいはい。それでまた来てくれるかな。いいとも。イエイ。ゴーゴー潤さん、ちゃんちゃん、また見てねー。